日本にも独自の視点から水の研究を続ける学者がいる。九州大学白畑実隆教授。現在までに国内国外で数多くの水に関する論文を発表してきた。白畑教授の研究は一つの過程が出発点ともいえる。それは近年注目され始めた活性酸素の存在が鍵になる。体内に取り込まれた酸素は血液によって全身の細胞にくまなく運搬される。そして細胞内で糖分や脂肪を燃やしてエネルギーを発生させる。これが人間が生きていくために必要なエネルギーというわけだ。この時燃えた酸素の残り 2% が活性酸素という非常に不安定な状態の酸素になって体内に蓄積されていく。この活性酸素は強い酸化作用を持つ攻撃的な酸素であり、正常な細胞を酸化させてしまう。活性酸素が過剰になると金属を錆びつかせるように体内で悪しき酸化作用を起こす。さまざまな生活習慣病の一因ともなる。この厄介な活性酸素を取り除く働きがこれらの水にあるとしたら、その効果はうなずけるものになると白畑教授は考えた。そして仮説を立てたのが活性水素という原子状水素の存在。活性酸素は非常に不安定な状態であるため、強引に他の成分と結びつこうとする。すると壊されたものもまた暴走を始め、元の結びつきを変えてしまう。結果細胞が死に、病気にかかることになる。しかしこの時同じく不安定な状態の原子状の水素、活性水素があれば、活性酸素が体内の細胞を傷つける前に水素と酸素が結びついて安全な水になってしまう。病の症状を改善させることができるというのだ。白畑教授は水道水、市販のミネラルウォーター、トラコテの3つの水を用意し、そこにクリップを沈めた。数日間放置し、その錆び具合の違いを見ようというのだ。実験は空気が入らないように密閉し、室温を一定に保つという厳密な条件の下で行われた。そして2日後、確かに錆び具合に大きな違いが出た。水道水は錆びが多く出ているが、トラコテの水は全く錆びが発生していなかった。つまり酸化作用が起こらなかったことを示した。トラコテの水と他の2つの水との差は歴然としていた。水に溶け込んでいる成分を研究するのではなく、水そのものからできてくる水素の働きに注目する必要があると考えたのです。こうした話題の天然水に対する研究が行われる一方、水の効能に関して日本で今盛んに研究が進められている水がある。電気を利用して人為的に生成する水、電解還元水だ。ではその電解還元水とはどんな特徴がある水なのか。白畑教授はトラコテの水などと同様に厳密な条件のもと、成分が統一された実験用の水を使って生成した電解還元水にクリップを沈めて錆び具合を見せてくれた。2日後、やはり錆びが発生することはなかった。ノルデナウの水やトラコテの水などの天然水と電解還元水との間に共通するメカニズムがあるのではないかと考えました。つまり地球誕生時、地中に残った水素が保存されたのがトラコテなどの天然水。酸化作用を防ぐ活性水素を含む水を人工的に作り出し得たのが電解還元水。
吉田畑教授の説に従えばそういうことになるのだが、電解還元水発生のメカニズムを白畑教授は次のように説明する。水は極めて安定した物質だが、電気がかかるとすぐに分解し、電解酸性水とアルカリ性の電解還元水に分かれる。プラス側に酸素が、マイナス側に水素が生じることになる。この時水素が分子となる過程で原子状水素、つまり活性水素も生じている。そして同時に金属ナノコロイドという非常に小さい金属の粒子も生成されているのだという。金属には水素原子を吸い付ける性質がある。電解還元水中にこのような100万分の1ミリほどの大きさの金属の粒子があれば、沈殿することなく安定して水中に存在できる。するとここに水素分子になる前の活性水素が吸着され、安定した状態で貯蔵されることになる。活性水素を含む還元力を持った水ができると考えられるのだという。水素は吸い付けられているに過ぎず、結びついているわけではない。当然活性酸素が近づいてくれば、そこを離れて強い結びつきができる酸素に向かい水になる。そして白畑教授は現段階の研究成果として、電解還元水が細胞内で発生した活性酸素を除去する様子を見せてくれた。まず細胞に DCFHDA という試薬を入れる。この試薬により細胞内にある活性酸素が白く反応するのだ。現在これだけの活性酸素が存在している。ここに電解還元水と比較のための水道水等を投与した場合、どう変化するかを見ようというのである。まず水道水を投与した場合を見てみる。活性酸素の数はほとんど変わっていない。ところが電解還元水を投与した結果を見ると、白い部分、活性酸素の数が明らかに減っているのがわかる。これは電解還元水に含まれる活性水素による還元作用の結果だと白畑教授は主張するのだ。これに対し活性水素が実際にどれだけ電解還元水の中に存在するのか、どうやってわかるのか、その測定方法が問題であるとする意見がある。水の中にどのくらい活性水素が存在するのかを定量する方法が不可欠なのは確かです。私たちが開発した活性水素定量法はまだ検証段階で、論文をまだ発表しておりませんので、全てを公表する段階にはありません。しかし現在公表可能な活性水素の存在検証法の概略となる実験を見せてくれた。白畑教授の説には、1、電解還元水中には小さい金属の粒子が存在し、2、そこには活性水素が付着しているという2つのポイントがある。まず1つ目のポイント、電解還元水の中に1ナノメートル100万分の1ミリという非常に小さい金属の粒子、金属ナノコロイドが存在しているかどうかだ。これを電子顕微鏡によって観察してみる。金属の粒子、金属ナノコロイドは黒く見えるのだという。写真を見ると確かにおよそ1ナノメートル程度の黒い部分、金属ナノコロイドが確認できた。次は金属の粒子に活性水素が付着できるかどうかの確認だ。この DPPH という紫色をした標準試薬は、水素分子を入れても色は変わらない。水素分子は安定しているため還元力を持たないからだ。だが還元力を持つ原子状水素、つまり活性水素を入れると紫色が消える。この試薬に濃縮した金属ナノコロイドを入れ、活性水素があるかどうかを確認する。
10秒ほどで DPPH 液から紫色がなくなっていった。電解還元水の効能はまだ研究段階であり、厳密な臨床試験によって人への効用が明らかにされているわけではありません。病気との直接の因果関係はまだ明らかになっておりませんので、さらにこれから、研究を行っていく必要があると思います。こうした研究が新たな水の可能性を広げることに役立つはずであるということは現時点でも確実に言えると信じております。